今回は業務スーパーで買えるグルテンフリーのタイビーフンを使ってサンマーメンの作り方を紹介します。このタイビーフンは米粉 100% 添加物不使用で値段は 400g で178円と体にもお財布にも優しい商品です。優しい味わいでツルツルとした食感が美味しいです。このさっぱりとした麺に細切りの具材と餡が絡むと最高に美味しくなります。このタイビーフンはぬるま湯に20分浸すだけで簡単に戻すことができますので、お手軽に作れますよ。それでは作っていきましょう。まずはタイビーフンを戻していきます。袋の表示通りにぬるま湯で20分でもいいのですが、ちょっと手を加えていきます。沸かしたお湯の中に塩を少量入れます。油も少量入れます。塩と油を入れることで旨味がアップします。さらに戻してから時間が経った麺でもつきにくいです。お湯の中にタイビーフンを入れ戻していきます。タイビーフンを入れるとお湯の温度が下がるので、3人前くらい戻すならぬるま湯で戻すよりも厚めのお湯から戻す方がいいです。さらにぬるま湯で戻すよりも5分くらいは短縮できます。あとはお湯につけたまま時間まで放置します。中華鍋はあんかけで使うので一度使います。このまま15分から20分浸しておきます。その間に材料をカットします。豚のもも肉を細切りにしていきます。肉の繊維を縦方向にしてスライスしていきます。豚肉は冷凍したものを半解凍してから切ると切りやすいです。スライスした肉を並べて細切りにしていきます。細切りにするのが大変でしたら、切り落とし肉などをそのまま使っても OK です。このくらいの太さに切りました。人参は斜めに3枚スライスして細切りにします。白菜は1枚を3等分にしてから重ねて細切りにします。白菜の代わりにもやしを使ってもいいですよ。キクラゲも細切りにします。あと材料に下茹でしたほうれん草も使います。豚肉に下味をつけます。塩コショウ醤油酒を少量入れ揉み込み、卵か水を小さじ1入れ含ませ、片栗粉をまぶして絡めます。サンマー麺のあんかけを作ります。鍋を温めて油流しをしていきます。ここでしっかりと鍋に油をなじませないと肉がくっついてうまく揚げられません。鍋が温まってきたら、冷めた油を足して油の温度を下げます。豚肉の油同士は130度くらいの低い温度から入れていきます。豚肉を油の中に入れたら箸で混ぜながらほぐすようにして油通しします。
肉が浮き上がってきたらすぐに引き上げます。こんな感じです。揚げ油を切り、冷たい油を大さじ1入れ、生姜を炒めます。生姜などの薬味は冷たい油から炒める方が焦げたりする心配もなく香りも出やすいです。生姜と油が馴染んだら豆板醤を風味付けに少量入れます。野菜も入れて炒めていきます。紹興酒または酒を小さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ1も同じようにして入れます。オリガルスープまたは元を溶いたものを発酵酒1口くらい入れます。胡椒を振りかけます。お好みで砂糖と味の素を少量入れてもいいです。豚肉を入れます。水溶き片栗粉大さじ1を2回に分けてとろみをつけます。仕上げにごま油で香り付けします。これで餡の完成です。丼に醤油ダレを入れます。醤油ダレの作り方は家庭でできる醤油ラーメンの作り方の動画を参照してください。作るのは大変でしたら市販のものを使ってください。戻したビーフンをそのまま使うとスープが冷めるので温めておきます。丼に鶏ガラスープまたは元を溶いたものを入れます。美味しい鶏ガラスープを簡単に自作する方法は家庭でできる乾麺の作り方の動画にありますので、そちらを確認してみてください。スープを入れたら温めたビーフンをしっかり湯切りしてから丼に入れます。その上にあんかけを乗せていきます。これでタイビーフンで作るサンマーメンの完成です。詳しいレシピや関連動画などはブログにまとめてありますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。担々麺にしても美味しいですよ。担々麺も過去動画にありますので確認してみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。